Mercurial はソフトウェア開発者向けの分散型バージョン管理システムである。マイクロソフト Windows、FreeBSD、Max、Linux 等の Unix 系システムでサポートされている。GPL v2 の条件の下でフリーソフトウェアとしてリリースされている。Mercurial はシンプルな概念のもと、次のものを主要な設計目標としている。分散型 VCS 完全分散型の共同開発高いパフォーマンススケーラビリティ、プレーンテキストファイルとバイナリファイル両方に対する堅牢な処理高度な分岐マージ機能Mercurialは主としてコマンドライン駆動のプログラムである。Mercurialのすべての操作はそのドライバープログラム HG への引数として呼び出される。HG というプログラム名は A、Mercury が水銀を意味しその元素記号が HG であることに由来する。その一方で、Mercurial には統合された Web インターフェースが含まれており、グラフィカルユーザーインターフェースの拡張機能が利用できる。トータスハグ及びいくつかの IDE では、Mercurial によるバージョン管理のサポートを提供する。また他のバージョン管理システム、特に Apache サブバージョンのユーザーの移行を容易にする手段も講じている。Mercurial は主に Python で実装されている。バイナリ diff 実装は C 言語で記述されていた。現在は Rust を用いた CHG 差分取得。C 言語からの置き換え、ハジシエリー、HG コアの実装が進められている。マット・マケルはMercurialの創始者であり、2016年後半までリード開発者を務めた。2005年4月上旬、Linux カーネルの開発に利用されていたビットキーパーのフリー版の配布停止が発表された。Linux カーネル開発者の一人でもあったマット・マケルは、ビットキーパーに代わる分散型バージョン管理システムの開発に乗り出し、4月19日に 0.1 をリリースした。すでに Linux カーネルの原著作者であるライナス・トーバルズも同様の目的で Git の開発を開始していたが、マケルは Linux カーネルメーリングリスト上でMercurialの優位性を訴え、トーバルズと論争を繰り広げたこともあった。Linux カーネルプロジェクトはMercurialではなく Git を使用することを決定したが、現在Mercurialは他の多くのプロジェクトで使用されている。Git vs Mercurialはハッカー文化の聖戦の一つになった。Mercurialメーリングリストの回答で、マケルはMercurialという名前がどのように選ばれたか説明した。最初のリリースの少し前に、ラリー・マクボイを水銀製であると説明しています。進行中のビットキーパーの失敗に関する記事を読みました。複数の意味、便利な略語、及び既存の命名スキームとの適合性を考えると、すぐにクリックしました。したがって、Mercurialは、ラリーの名誉にちなんで名付けられました。同じことが Git にも当てはまるかどうかはわかりません。設計目標はである。またMercurialは完全な Web インターフェースを含んでいる。原著作者はマット・マケルで、現在も主要開発者である。MercurialはSHA-1 ハッシュを使用して、リビジョンを識別する。ネットワークを介したリポジトリへのアクセスでは、MercurialはHypertext Transfer Protocolベースのプロトコルを使用して、往復要求、新しい接続、及び転送されるデータを削減しようとします。Mercurialは、プロトコルがハイパーテキスト、トランスファープロトコルベースのプロトコルに非常に似ている SSH でも機能する。デフォルトでは、外部マージツールを呼び出す前にマージを使用する。0.9 後半から他のバージョン管理システムで管理されたソースコードを取り込む機能がサポートされている。Mercurialは、Linux カーネルソースの管理に選択されていないが、Facebook、ワールドワイドウェブコンソーシアム、Mozillaを含むいくつかの組織で採用されている。Facebook は Rust を使用して、もののけを作成している。これは、大規模なマルチプロジェクトリポジトリをサポートするために、特別に設計された、Mercurial サーバである。2013年、Facebook はMercurialを採用し、大規模な統合コードリポジトリを処理するためのスケーリングに取り組み始めた。ビットバケットは Web ベースのバージョン管理サービスが2020年6月にMercurialのサポートを終了すると発表し、新しいプロジェクトの 1% のみがそれを使用していると説明した。参照、OSS ホスティングサービスの比較、分散バージョン管理 Git、Mercurial、バザール徹底比較以下のウェブサイトは、Mercurial リポジトリの無料のソースコードホスティングを提供している。Mercurial 分散、RCS を使用するいくつかのプロジェクト。ありがとうございます。